はい、どうも、こんにちは。コウスケでございます。本日ですね、9月の23日、ハローバースに関するですね、まあ、ちょっと悲しいような、まあ、ちょっと覚悟していたようなニュースが入ってまいりました。なんとですね、メリッサ・ブノワ主演のスーパーガールが来年放送されるシーズン6をもって、放送終了することが分かりました。今回ですね、こちらについてご紹介していきたいと思います。さあ、スーパーガールですけれども、昨年ですね、メリッサ・ブノワが、同じねスーパーガールに出演していたモンエル役のですね、クリス・ウッドと結婚してですね、今年の3月に子供をね出産したことでですね、めでたいねニュースも入ってまいりましたけれども、まあ、子供をね産んでしかも女性ですから、そのままねすぐにドラマ復帰するとはねあまり考えられなかったんですけれども、まあ不幸中の幸いなのか、コロナウイルスによってですね、まあ、ドラマの撮影がまあ中断してしまったということで、来年のね放送が、本来であればね今年のもう9月下旬にはですね新シーズンの放送は、まあ、スタートしていたわけですけれども、来シーズンの放送が3ヶ月延びて来年の1月以降となっております。まあお休みする期間もあったんでね、まあ、体調整える期間なんかもあったと思いますけれども、まあ、撮影自体はねすでにそろそろ始まるんじゃないかと言われております。さあ来年ですね、スーパーガールの、まあ、スピンオフと言っていいんでしょうね、スーパーマンとロイス・レイのですね単独ドラマスーパーマン&ロイスがですね始まるということもありまして、まあ、スーパーガールとスーパーマンをね両方ともやるのはどうなのかと、2つね同時進行でやっていくのかというところでちょっと気になる部分もありましたし、これももしかしたら動画で喋ってるかもしれませんけども、まあ、もしかしたらスーパーマンが始まるということは、まあ、スーパーガールが終了するんじゃないかというふうな噂もありましたし、まあ、メリッサ・ブノワ自身がですねお母さんになるということで、ね、スーパーガール役を、まあ、降りるんじゃないかということでね、まあ、スーパーガール自体のですね、まあ、放送が終了するんじゃないかっていう噂は、ね、ちらほら聞いていたので、そこまでね驚きはしませんでしたけども、まあ、こうやってね実際にニュースを見てですね、まあスーパーガール終わってしまうんだということでね、ちょっとまあ悲しい、ニュースとなっておりますけれども、さあスーパーガールといえばですね、2015年より、アメリカで、ね、放送開始されまして、シーズン1に関しては今現在、ね、放送されている CW とは別の、局 CBS ですね、同じワーナー系列であるんですけども、まあ、トップの、ね、CBS ですよ、あの CBS で放送されてたということで、第1話の視聴者数はですね、1290万人ということでね、まあ、この、ね、記録はなかなか破られなかったらしいですけれども、まあ確かに視聴者数1000万人ってなかなかすごいですよね。まあ2015年といえばね、すでにフラッシュも放送されていて、アローもね、放送されていたということですけども、同じ制作元であるものの放送局が違うため、ユニバース自体も違ったわけですけども、そのね、シーズン1の18話で、フラッシュというタイトルでですね、アメリカの現代はですね、ワールズ・ファニエストっていう、まあ、これ DC コミックスのね、名タイトルをね、もじった作品になるわけですけども、フラッシュとのクロスオーバーを持ってですね、フラッシュと別のアース、アース38っていうね、アースに所属しているキャラクターだということが発覚しました。その後ですね、シーズン2で CBS からザ・ CW に移行してですね、そのままフラッシュやアローとクロスオーバーをする機会も増え、クライシス・オン・インフィニット・アースやインベーションやエルスワールドといったですね、名だたるアローバースのクロスオーバー作品に登場しました。まあ、シーズン2からですね、CW に移行したことに加えて、スーパーガールのいとこであるスーパーマンも登場します。シーズン1でね、たびたび、その、ね、存在自体は、示唆されていましたけども、スーパーマン自体は登場しませんでした。実はね、これあまり知られてないんですけども、このね、スーパーマン役の候補にはですね、アベンジャーズのスピンオフドラマ、エージェント・オブ・シールドで、ウォード役をね、務めたブレッド・ダルトンもですね、候補に上がっていて、もしかしたらね、エージェント・オブ・シールドのウォードがですね、スーパーマンを演じるといったような噂もね、当時は囁かれていたんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、現在ですね、スーパーマン役を務めているのはタイラー・ホークリンでございます。スーパーガールといえばですね、名キャラクターであるレックス・ルーサーやレナ・ルーサー、それにね、レッド・スーパーマン、レッド・サンではなく、スーパーガール、レッド・ドーターっていうね、キャラクターも登場しましたし、まあ、シーズン4に関してはね、スーパーマンの名作であるアメリカン・エイリアンっていうね、タイトルも、付けられたぐらいですね、まあ、シーズンを追うごとにですね、スーパーマンファンであればですね、おなじみのキャラクターやおなじみのタイトルがですね、このドラマにも取り入れられているということで、なかなか面白かったんですけどね。またね、DC のね、ヒーローチームであるリージョン・オブ・スーパーヒーローズも結成されたり、
それこそね、今ね、海外ドラマでおなじみとなっている手法である、ミュージカルエピソードっていうものがね、ありましたけれども、ミュージカル作品ではないドラマがミュージカルエピソードを取り入れるっていう手法がですね、まあ、アローバースのこのフラッシュと、スーパーガールのこのクロスオーバーが発端ではないかなというふうに考えられます。まあ、当時はね、あまり珍しかったんですけども、このね、オリジナルの楽曲にね、ララランドの楽曲チームが参加したいということで、なかなかね、すごいクロスオーバーだったわけですけれども、スーパーヒーロードラマっていうね、枠組みですけども、様々な挑戦をした作品でもございます。さあ、スーパーガールね、今後ですけども、果たして今後ね、アローバースには一切登場しなくなるんでしょうかっていうのは一つ疑問がありまして、それがクライシス・オン・インフィニット・アースで結成されたアローバース版のジャスティスリーグ。ここにもですね、しっかりとスーパーガールはね、所属しておりますし、今後ね、スーパーマンは単独ドラマをやりますし、まあ、このね、舞台がメトロポリスではなく、スモールビルということで、まあ、スーパーガールにもね、たびたび登場した地名ではありますので、まあ、スーパーガールの存在がね、このまま一切消えてしまうのかというと、今後はね、スーパーマンが主役となって、スーパーガールがちょこちょこね、ゲストキャラクターとして登場するんじゃないかと、予想できますけれども、果たしてスーパーガール演じるメリッサ・ブナウは、今後どうするんでしょうか。まあ、実際ね、アローバースに関しては、降板したキャラクターが、後々です、ゲスト出演を経て、シリーズに復帰してですね、最終シーズンまで残ったっていうね、これはブラックキャナリーというキャラクターがいるんですけども、異例のね存在もありますので、まあね、シリーズはドラマのねシリーズ自体は終了しましたけれども、もしかしたら今後登場する可能性はね、まあ、ゼロではないかなというふうに期待しております。さあ、アローに続いてね、2つ目のアローバース作品終了してしまったわけですけれども、フラッシュね、次のシーズン、シーズン7をもって、このままね、グラント・ガスティンは契約を更新するのかしないのか。というのはですね、フラッシュ、バリー・アレンを演じるグラント・ガスティンが、最初にワーナー・ブラザーズと契約を結んだのは、シーズン1からシーズン7までの7年間、フラッシュを演じるといったことです。そしてね、今年の4月頃ですね、契約の更新があったらしいんですが、コロナウイルスの影響でね、スタジオが閉鎖されていて、契約更新の手続きができなかったというところでね、グラント・ガスティンはね、そのまま一旦保留となってしまったわけですけども、グラント・ガスティンは今後、契約を更新するのかしないのかっていうところがですね、話題となっておりました。つまり、グラント・ガスティンがこのまま契約を結ばなければ、契約を更新しなければ、メリッサ・ブナウは同様に、このね、新シーズンである、2021年から始まる新シーズン、シーズン7をもって終了となる可能性が十分高いです。さあ、アロー、スーパーガード続いてフラッシュも、来年の、ね、シーズン7をもって終了してしまうんでしょうか。悲しいニュースではなく嬉しいニュースも、ね、聞きたい、わけですけども、果たしてアローバースはこの一体どうなってしまうんでしょうか。皆さんはこのスーパーガール主演についてどう思うでしょうか。ぜひとも、ね、コメント欄に書いていただければと思います。さあ、アローバースね、まだ見たことない方、僕ですね、以前アローバースの入門編の動画を作りましたので、約20分30分近くありますけどもね、ぜひともご覧いただければと思います。まあ、どの作品を見ていいのかわからないっていうね、方もしいらっしゃればね、この動画を参考にしていただければ嬉しく思います。はい、ということで以上、コースでございました。さよなら。